今に私は親子丼を作りましょう。はじめ蒸しご飯を作ります。次に卵に入れてください。そして少し混ぜてください。と次に鶏肉は小さく切ってください。ネギを洗ってください。うん、洗いましょう。ネギは2センターを切ってください。うん、切りましょう。次、コンロは中火にしてください。で、6おさじの醤油と2カップのだしと半カップのだしと3おさじの砂糖は鍋に入れてください。入れましょう。次に鶏肉に入れてください。そして5分を焼いてください。次、ネギを鍋に入れてください。そして、1分を焼いてください。入れましょう。卵を鍋に入れてください。でも、混ぜません。待つ。卵はあまりを焼きません。少し待ってください。そして、少し混ぜてください。うん。蒸しご飯はボウルに入れてください。そしてボウルに食べ物を入れてください。やったー！私たちは終わりました。いただきます。